ユニバーサルエアラインの塗装したフォッカー F32 の試作機ユニバーサルエアラインは注文を取り消したフォッカー F32 はフォッカーのアメリカ使者が開発した旅客機である1929年9月13日に初飛行した4発機であったがエンジンを2機ずつ前後に並べて推進式と牽引式のプロペラを駆動する構成であったが 後方のプロペラの効率が上がらなかったことや、エンジンの冷却の問題やコストが高かったことから10機ほどの生産に止まった。アメリカ陸軍も IC-20 として評価を行ったが正式採用されなかった。1929年9月13日に初飛行したが、11月27日に1機のエンジン停止の試験を行った時に、 離陸の地ほどなくもう一台のエンジンが停止し、コントロールを失い郊外の住宅に墜落し、火災を起こした。死者は出なかったが、乗員と乗客の一人が負傷した。この墜落によって、同一のナセルにエンジンを前後に並べた、構成の欠点が明らかになった。前のエンジンが駆動する二枚岩のプロペラによって、乱された気流の中で後方のエンジンが駆動する三枚岩の、 プロペラの効率が悪く、アンダーパワーであり、後方のエンジンの冷却の問題にも悩まされた。当初、ウエスターンエアエキスプレス、ユニバーサルエアラインから、それぞれ5機の注文を受け、KLM なども興味を示したが、不況の影響もあって、ユニバーサルエアラインは注文をキャンセルし、ウエスターンエアエキスプレスも注文を2機に減らし、カリフォルニア州の諸都市間で運行した。 1930年に陸軍航空隊が YC-20 として評価を行ったが、ボーイング Y1C-18 と同じく航空機はメーカーの所有のままでテスト終了後返却されるという形の評価試験であった。採用されれば陸軍航空隊にとってはそれまでで最大の輸送機であった。ありがとうございます。